高松市は、香川県の中部に位置する市。香川県の県庁所在地であり、中核市に指定されている。旧香川郡、木田郡、綾や田郡、高松都市圏の中心都市。また、四国地方において2番目の人口規模を誇る。瀬戸内海に面する港町で、かつて国鉄の右こう連絡線が就航していたことも、あり、四国の玄関口である。四国を統括する。 国の出先機関のほとんどや、多くの全国的規模の企業の四国支社や支店、また、四国電力や JR 四国といった、四国を代表するような企業の本社などが置かれ、四国の政治経済における中心拠点である。現在、高松市の人口は平成の大合併などを経て42万人を、要し、さらに、高松市を中心とする高松都市圏の人口においては、 約84万人と、香川県の人口100万人の過半数に達する四国最大の都市圏を形成している。江戸時代には五連市の高松松平家が治める高松藩の城下町として栄え、高松城天守がこの町の象徴であったが、明治時代に破却され、現在では2004年に完成した高松シンボルタワーが、それに代わる新しいランドマークとしての機能を果たしている。 また、中心商店街である丸亀町商店街では、大規模な再開発が行われており、活気あふれる商店街として、多くのメディアで紹介されている。そして香川県の人口重心は、高松市国分寺町福下と、高松市中心部から見て、南西の市内にあり、県の地理的中心でもある。八島八島から見た、高松港周辺高松市は、 佐ぬ平野の一部である高松平野に位置し、全体的に緩やかな勾配で占められている。また北側は、瀬戸内海に面し、高松港及び高松新港を中心に、半円状の市街地を形成している。地域の西部は、港東川の土砂が堆積してできた扇状地からなっている。東部は、春日川や新川によってできた氾濫平野で、 その川口部は三角州からなる海岸平野である。北東部には瀬戸内海に突き出た卓上の大地で、自称、樹影の乱である八島や四国本島最北端の竹井岬が阿寺町にある。市の北西部は丘陵となっている。日本で初めて国立公園に指定された瀬戸内海国立公園の中心に位置しており、その瀬戸内海には当初が点在する。 市内の南独地名としては、中間町、垂水町、小村町、浦清、譲る羽などがある。高松市は、港町として発達してきた、特性上、北側に、市街地が直接海に面し、また、南西方向は、峰山と呼ばれる、岩瀬尾山海にも接しているため、実質都市の展開は100度程度に限られる。そのため、 360度の展開が可能な他の都市に、比べマンションなどの林立が顕著で中心部や近隣住宅街の人口密度が高い。高松市中心部周辺の空中写真。2007年8月17日撮影の40枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。国土地理院地理情報によると、 高松市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 23.60km、南北の長さは 35.84km である。南端を除く三方位の橋はすべて島し部に一致している。また、2010年国勢調査基準による人口の重心は不正市町845番地付近にある。瀬戸内型機構区に属し、 降水量は少なく、日照時間は長いため、年間を通じて温暖な気候である。冬から春にかけて、中国大陸から流入する黄砂がよく観測される。冬は小雨や小雪の降る日もあり、すっきりとした快晴になる日は意外と少ないものの、冬の晴天日数そのものは多い。積雪も一冬に一から二回程度は起こるが、関東地方に比べると、 南岸低気圧による大雪は少ない。また、夏は、瀬戸内海沿岸特有の、なやさぬき山無役湖への併ン現象などの影響で、しばしば猛暑日や熱帯夜になることがある。日照時間が長いことが塩の生産、発展に役立ち、塩田王国香川と言われた。しかし、昭雨の傾向は夏場に多く水不足をもたらし、大雨になると河川が氾濫し、洪水をもたらした。 降水量が少なく、雨が降ったとしても、大きな川がないため、すぐに、海へと流れ出てしまうため、数十年単位で大滑水に見舞われる。滑水とまでは至らないが、香川県の水源である、高知県のサメウラダムが底をつき、香川県内で、取水制限が実施されることは、毎年のように起こり、珍しいことではない。しかし、それでも、1974年に、 香川用水が通水し、徳島県の吉野川を経由した高知県のサメブラダムの水が供給されるようになったため、顕著な考えは少なくなった。市街地が直接海に面していることにより、台風が四国付近を通過した時にはたびたび市街地でも高潮の被害が発生する。2004年8月31日未明に襲来した台風16号は通過した。 時間帯と大潮の満潮が重なったため、地域によっては最大2メートル近くの高潮が襲来した。その日1日、都市機能が麻痺した。高松市の歴史台風16号また、干ばつにも多く見舞われてきたため、歴史的に非常に多くのため池が作られ、市内の至るところで大小様々なため池が見られる。2015年の国勢調査で高松市は、 四国地方の市の中で唯一人口が増加した都市となった。四国地方で2番目に人口が多い。香川県全体や他の地方都市が人口減少問題に直面する中、反して高松市の人口は四国内からの転入超過を基盤として年々増加している。ただし、その増加要因は近年変化している。これまでの人口動態は、 社会動態が減少していても、自然動態の増加がそれを上回っていたため、人口増加となっていた。つまり、人口は市が家ある、程度流出していたが、それでも、出生数が多いためそれをカバーすることによって、人口が増加していた。しかし、2008年にその社会動態が減少から、増加に転じたこと、つまり、人口の流出が止まって、 今度は逆に流入し始めたことにより、社会、自然動態が共に増加を始めた。その後少子高齢化によって、自然動態は2011年から減少に転じたが、それも社会動態を上回る減少量ではなく、人口増加は止まっていない。そのため、2008年以降における高松市の人口増加は、他地域から人口が集まってくることによって成立している。 その人口の流入元は他の香川県内全自治体及び四国地方の三県すべてであり高松市が四国地方において人口移動の集中点になっている県外の転出入に関して2006年から2011年までの5年間の平均では流入は徳島県、高知県、愛媛県の順に多く逆に流出は最大の大阪府を筆頭に首都圏や京阪神 山陽地方となっている。高松市の年齢別人高校生比は0歳から8歳、28歳から37歳、56歳から58歳の3世代で全国平均を上回り、逆に十9歳から24歳では全国平均を大幅に下回っている。若年層の多くが県外に流出している背景としては、 香川県ではこの世代の50.2%が大学、大学院へ進学しているにもかかわらず、県内の大学が非常に少ないことが挙げられる。香川県の人口あたりの大学生数は全国ワースト10位。中国四国地方では島根県と並んで最低である。高松市では市内に設定されている町名には以下のような規則性がある。 高松市における住居表示は1964年から中心部のみで順次実施された。ただし、本町地区でも以下の地域については住居表示が行われていない。本町地区の中でも都心部にあたる部分がドーナツ状に住居表示未実施地域となっている。この地域の多くは、住居表示に関する法律施行以前の1958年に、 町名地盤整備が行われた地域で一本の道路を挟んで両側が同じ町に属する、いわゆる両側町の区域である。この両側町のシステムは城下町時代の町割りに由来し、町名の歴史的意義を残す形になっている。こうした両側町は必ずしも道路を町会としていないことから名古屋市などのように住居表示の実施によって、 城下町由来の町名町会を全廃して、栄、江、西木、丸の内などの広く大きな町町名で一括りにする方式もある。高松市の中心市街地では、下表のように同一地名で住居表示実施済み地区と未実施地区が並存している例がある。塩城町1から3町目、藤塚町1から3町目。 松島町1から3丁目は1958年から1964年の町名地盤整備及び住居表示実施により成立した町名である。一方、町名のない市を上町、藤塚町、松島町は1921年以来の町名で町名地盤整備、住居表示実施時に対象外となった旧町の残余である。 高松城牛虎やぐら高松市長以降は、後選市長後選制になってから無投票当選となったのは1951年の国崎と1999年の増田の二人でいずれも当時の現職再選だった。2007年の市長選は、新人立候補者の大西以外の立候補者がおらず、初めて新人が無投票当選した。その4年後の2011年でも、 大西以外の立候補者がおらず、新人から2期連続での無投票再選となった。高松市選管によれば、高松市長選では、初のケース、県庁所在地における新人からの2期連続、無投票当選は、大津市、佐賀市、鹿児島市の3市に次ぐものとなった。2013年7月に行われた第23回参議院、議員通常選挙において、 高松市選挙管理委員会が、比例代表の開票の際、集計済みの白票約300票を再度入力させ、白票を増やす不正選挙事件が発生した。これによりもと、高松市選挙管理委員会事務局長ら3人を2014年6月、公職選挙法違反の疑いで逮捕。選挙制度の根幹を揺るがす、前代未聞の事態となった。 市議会常任委員会特別委員会議会、運営委員会香川県議会決員令衆議院、香川県警察の管轄課以下の警察署がある。最も管轄地域が広く、規模の大きな署は高松南署で高松市の郊外地域の多くを管轄している。高松市の市街地を管轄するのは高松北署で南署に次いで規模が大きい。高松市内を 管轄地域に含む警察署は名称において東西南北がすべて揃っており、管轄地域も概ね名称と合致している。東署と西署はそれぞれ隣接する、木南組木町と綾唄郡綾川町に置かれている。なお、佐抜警察署管内となっていた群れ、阿治地区は2009年に高松北署に移管された。高松市消防局には以下の消防署がある。 高松市内の警察署や県立高校と同様に、名称において、東西南北がすべて揃っている。なお、三木消防署の所管地域は、隣接する木名郡基調町の全域であり、高松市を含まないほか、西消防署の所管地域の一部には、隣接する綾歌郡綾川町の全域が含まれる。それぞれ高松市が、 隣接町からの委託を受ける形で、高松市消防局が所管している。周配郵便局番号は、周配郵便局に対応する郵便番号。香川県の郵便物の集約、発送の中核拠点である地域区分局として、高松南郵便局が指定されている。無周配郵便局簡易郵便局警察庁、厚生取引委員会出入国在留管理庁、 公安調査庁、検察庁、国税庁、リニア庁、気象庁、海上保安庁、国土、地理院、高松市は、四国地方における政治、行政の中心都市である。中央省庁の地方機関である、地方支分部局のうち四国管区を統括する部局は15局中13局が、その他内部事務所や、特別の機関、司法機関などに至ってはほぼすべてが置かれている。なお、 高松市に置かれていない関区地方市分部局のうち、四国総合通信局や、それに付随する情報、通信系の機関は、松山市、四国森林管理局は、高知市に置かれている。現在、香川県と高松市は、再開発ポーと高松に、高松ポーと合同庁舎を建設して、そこへ、現在市内に分散している、国の出先機関を集約し、 同州性の州都を視野に入れた四国の中核管理都市としての地位を確固たるものにしようとしている。高松市は高松都市圏の各都市であり、都市雇用圏人口84万人で四国一位の都市圏を形成している。中央官庁や首都の東京や大阪になど日本社を置く全国的な大企業の四国を統括する出先機関が集中するため、 支店経済都市とも呼ばれる。また、四国旅客鉄道の本社が置かれるなど四国の交通の中心都市となっている。高松市の犯罪認知件数は全国平均と同様増加している。21世紀に入り、人口が増加し急発展した大田地区第二都地区各整理事業の地区内や、そこを中心とした郊外では強括自転車等などの該当犯罪。 アキスなどの軽犯罪の増加が目立つ。高松市は、香川県内最大の中心市街地を要し、外部からの流入者が多く集まる、繁華街や商業施設などといった多くの犯罪要素を抱えているが、その割に、香川県内では治安の良い地域の一つである。香川県内で最も刑法犯認知件数が多いのは、中山地域で、中山地域を管轄する境で、 丸亀、全通じの3所で、県内警察署のワースト3を独占しているほどである。地域別に見ると、治安の悪さが際立つ、中山地域が11.88件なのに対し、高松地域は9.41件、東山、小豆島地域は7.29件、生産地域は8.27件となっている。なお、香川県として、交通事故が、 全国ワーストを記録することがある。高松市を勢力圏とする代表的な暴力団は、四国唯一の公安委員会指定暴力団である、新和会や山口組の二次団体、若林組などが挙げられる。新和会は全国で21ある、指定暴力団の中では一番小さな規模であるが、高松市に侵入してきた、他の系列の暴力団との構想を繰り返し、 1992年12月、香川県公安委員会から指定暴力団に指定されたどこにも属さない独立系の暴力団である。事務所は高松市小上町に置かれていて、そこには系列の暴力団の事務所も多い。暴力団の事務所は主に中心市街地外園の住宅街に多く、その周辺では発砲事件や抗争事件などがたびたび発生する。 2月1日未明、高松市の繁華街、小場城町において、新和会構成員数名と山口組系、中津川組の組員数名が乱闘となり、数時間後に中津川組参加組事務所に銃弾が打ち込まれ、新和会キラ組にも銃弾が打ち込まれるなどしたほか、その後、中津川組事務所にも銃弾が打ち込まれ、早朝には警察、機動隊が限界中の新和会本部に、 中津川組組員が手榴弾を投げ込み爆発させるという戦争をさながらの構想事件が発生した。新和会と中津川組においては1984年にも新和会幹部1名が射殺され中津川組組員2名が射殺されるという精算な構想を起こしている。2005年4月16日午前5時頃から午前7時45分頃に かけては、神話会と山口組の抗争事件が発生し、山口組系、豪遊会村州創業、神話会気楽組及び、神話会本部で同時に発砲事件があった。その2時間後の9時55分には、高知市内の山口組系、豪遊会本部に銃弾が打ち込まれ、高松市、栗林町の神話会構成員が逮捕されている。 瀬戸大橋の完成はその後の高松の歴史を大きく変えた。しばしば高松の右宙連絡船時代の集結やその後の地域交流の象徴として取り上げられる。岡山市との間には瀬戸内海があるが距離的に最も近い県庁所在地であり、瀬戸大橋開通前より右宙連絡船を通じて交流が盛んだった。また、 民放テレビ局は両県を放送エリアとしているため、相互の情報取得も容易である。瀬戸大橋開通後は、マリンライナーが両都市間を所要時間1時間弱で結んでおり、さらに交流関係が深くなっているが、大都市圏の県庁所在地同士のようなどちらかへの圧倒的な吸収力はない。詳細は四国地域、高松市の経済などを参照。 高松駅からは四国他県の県庁所在地の中心駅徳島駅、松山駅、高知駅間を結ぶ特急列車が発着している。四国8のアザネットワークの整備により高速道路でも四国他県の県庁所在地と直接結ばれたことにより四国内での交流が盛んになっている。国土交通省の全国感染量格、巡流道データによると 生活県別年間流動先について、1990年の時点で高松市を含む香川県東部からの移動先は、岡山県南が1位だったが、2010年時点では徳島が1位となり、また愛媛、高知との交流も増加している。高松市では1940年の第4次合併以降に合併した地域について、その各区域をもって住民サービスを行う。 出先機関の支所あるいは出張所を設置している。人口など統計においては、その管轄区域単位が、地区として利用される。また、平成の大合併では新たに、高松市へ編入された地域についてはその面積が広いため、ここでは、合併前にその町の中で利用されていた、小単位を、まとまりの、地区としている。本庁地区においては、市政施行時点の範囲を、 都心都市、旧三村はその区域ごとに分け、埋め立て地や、その後本庁地区となったものについては、その他に分類している。支店経済の町とも言われる、高松市の建造物は、市街地においておおむね、リートル東京を形成しており、メインストリートでもある、中央通りには、近代的な高層ビルが並ぶ。さらにその中でも景観に変化をつけている、建物としては、 高松シンボルタワー、香川県庁本館、高松市役所、河原町駅ビルなどがある。商店街ではアーケードが発達し、また別の景観を形成している。高さにおいては商業施設で四国一の超高層ビルである、高松シンボルタワーをトップに、香川県庁本館や JR ホテルクレメント高松が知られる。住宅では、 桜町一丁目の香川県再生会病院跡地に建設された19階建てタワーマンション、アルファタワー桜町プライムハウスほか、14、5建て高層マンションが市街地及びその近隣地区を中心に多数建てられている。高松シンボルタワー、香川県庁本館、JR ホテルクレメント高松河原町駅ビル高松。 三方と合同庁舎 A 旨114銀行本店、アルファタワー桜町プライムハウス、透明ビルディング、高松市役所四国電力本社四国で、同州制が導入された、際の州都の誘致や、商店街活性化のための再開発事業が進行している。支店経済に頼らない経済の再活性化を目指している。2003年度の住宅、土地統計調査によると、 高松市の住宅は持ち家69,200世帯、公営借屋5,800世帯、公団、公社借屋600世帯、民営借屋4万2,000世帯、給与住宅6,800世帯である。総住宅戸数は総世帯数を上回る15万5,000戸、ある。公営住宅高松市内における公営住宅の管理戸数は2006年時点で、 市営住宅が57団地4340戸、県営住宅が20団地4900戸である。単独団地で最大個数を有するのは、県営西春日団地の884戸で、その次に市営すみれ団地の730戸が続くが、上位2位はいずれも鶴尾地区に位置している。市営住宅の供給は1951年に開始され、 現在は良質な賃貸住宅の供給を促進するために民間活力を導入し、中堅所得者層、高齢者層に対する特定有料賃貸住宅や高齢者向け有料賃貸住宅制度を設けている。高松市における市営住宅の一覧高松市における県営住宅の一覧高松の公立、小中学校では2004年度に全校で2学期制が導入されたが、 2013年度に産学規制に戻っている。中心部の小中学校では、ほとんどで児童生徒数が減少し、それに伴う統廃合、校区修正問題などが大きな課題になっている。高松第一高等学校は、高松市が設置しているが、名称に高松市立はつかない。なお、目島には中学校はなく、回路で、 高松第一中学校へ通うことになる。高松市内の医療施設は2015年10月1日現在で691施設7135床である。二次医療圏は、木田郡三木町、香川郡直島町とともに、高松医療圏に属している。この他にも隣接する三木町には、香川大学医学部附属病院がある。市内は、 他の地方都市と同様、公共交通機関より、道路の整備が優先されている。そのため公共交通機関の利用率は低く、高松市をはじめとする香川県は、自家用車の分担率が92%を占め、自動車への依存度が高い都市の一つである。また、高松市内は、平野部が多く、平坦な道が多いため、自転車王国と言われるほど自転車が多い。 高松市中心部を南北に貫く、中央通りは、福三33から36メートル、約4メートル幅の中央分離帯に8メートル間隔で、クスノキが植栽され、1986年には、日本の道百選に選定された。1949年に開催された、観光高松大博覧会を記念し、高松市の呼びかけにより、地元企業から苗木が寄贈され、 三年間をかけて植樹されたもの。高松市内の市外局番は全域で087である。高松市以外で同じ高松 MA なのは、佐抜市、綾歌郡綾川町、木田郡三木町、香川郡直島町で全域が087。この域内では市内通話が可能である。高松 MA の加入者総数は21万1393回線。かつて、 高松 MA では、市外局番が4桁、市内局番が2桁であったが、1997年10月10日に、逼迫対策として、市外局番末尾の八を、市内局番の頭につけることによって、現行の市外、市内局番ともに3桁となった。高松市を包括する、地方市は、四国新聞があり、約6割のシェアを持つ。有は唯一、日経新聞が、 JR 高松駅売店や高松市役所の近くのローソン高松亀井町店で販売されている。有敢スポーツ紙の大阪スポーツ、日韓現代、有敢富士は輸送関係の影響により、長官扱いとして半日遅れで、コンビニで販売している。高松に、支社、支局を置く、新聞社香川県内で観光する、全国紙は、香川県における取材活動、 営業の拠点としてそれぞれ高松市に支社支局を置いている。その他、四国内他県の地方市は、香川県内では観光していないが、四国最大の経済都市における営業拠点として、また、四国地方の政治、行政の中心都市における取材拠点として高松市に支社を置いている。前田山送信処置場派テレビ放送において、高松では、岡山、 香川両県の民放相互乗り入れ放送が行われている。高松には2局、岡山には3局が立地する。地上波テレビ放送の環境は、香川県と岡山県を合わせて5局が立地し、これに加えて NHK が立地する。しかし、独立系の民間放送局は存在せず、いずれの放送局も、首都、東京の五大キー局の出張所の様相を提している。 NHK 高松放送局は、高松市を本拠地としているが、西日本放送と瀬戸内海放送はもともと、高松市で創業しているにもかかわらず本社は、高松と岡山の2本社体制で、岡山本社にもスタジオ機能が存在し、番組制作ができるようになっている。しかし両社とも番組制作やスタジオ機能の主は、高松本社であり、陶器町の本店も高松本社にある。 両県の民放テレビ放送局とも、送信所の親局は、岡山県の金鉱山送信所に設置されており、香川県の機関送信所としては前田山送信所が、高松の前田山に設置されている。前田山送信所のことを、高松局と呼ぶが、西日本放送だけは、岡山の金鉱山に設置されている。送信所を、高松局と呼び、高松の前田山に設置されている。 送信書は前田山局と呼ぶ。これは西日本放送の放送エリアが当初は香川県のみであり、当時高松局と呼ばれた旧親局が五色台西方に設置されていたが、その後の岡山、香川両県の民放相互乗り入れで各社で親局場所を統一する際に親局を金鉱山への移転扱いとし、名称も一緒に移したためである。 地上デジタル放送においては、岡山放送が先陣を切って、映像の再生に必要な制御信号を含めない試験放送を開始し、続いて、瀬戸内海放送が同種の試験放送を開始した。いずれも開始当初からアナログ放送と同一の番組のサイマル放送であった。その後試験放送を開始していなかったつぼねも、2006年10月12日には、 一斉に映像の再生に必要な制御信号を含めた試験放送を開始し、2006年12月1日に本放送を開始した。福岡県を除く九州各県とともに日本で最も遅い開始であった。高松に、支社、支局を置く放送局放送対象地域を共有する岡山県の放送局のほか、四国他県の放送局が新聞社と同様に、 四国最大の経済都市における営業拠点としてや四国地方の政治、行政の中心都市における取材拠点として高松市に支社支局を置いている。そのすべてがメインストリート中央通り沿いに位置し、とりわけ四国地方の放送局の支社支局は高松高等裁判所の前であること部器町に集中している。また、 かつては、愛媛朝日テレビも、死者を置いていた。は、高松観光大使。ありがとうございます。